今回第2試合ですね、食材なんですけど、本能的にいけるって思った。しっかりと叩き潰したいと思います。勝ち狙っていきたいなと思います。気を使わずに全力でぶつかっていけたらな。下克上のつもりで、もともと負ける気はないですけど、それも全力尽くすんで勝たせてもらいます。はい、画面に並んでいただいているのが第2回戦の時に、進出が決まった方々でございます。第1試合目が、鈴木マックスさんとおにぎりさん、はい、はい、はい。第2試合目が、ゾウさんとしのけんさん、はい、はい。第3試合目が、キヨさんとエビマヤさん、はい。で、ひょっこりはんみたいになってます第4試合目が山上さんと安藤さんです。はい、こちらの対戦カードでいきたいと思うんですけど、ではちょっと今回第2試合ですね、食材なんですけど、パン来い、パン来い、パンなら俺勝てると。厚焼き卵です。結構でかいです。ちょっとでかいですね。はい、450、はい。こちらもこのまま売られてるものなんですけど、はい、パックに入った状態で、はい、もし多少のグラムの違いがあったらこちらの方でトリミングしちゃう。はい、トリミングします。で、ぴったりに買います。お手で、手でいいんですか。もちろんかぶりつくタイプなんで、落ちてももう一回食べてもらうことはできると思うんですけど、ちょっと前に出てれば床に落ちることはないと思うので、ちぎったりすると意外と落ちます。我々で試した時にちぎった時にポロ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 したんで。これ皿はこれで確定ですか。あ、じゃあ皿は同じ米の皿に変わります、はい。残し何グラム。落下の可能性があるので20で、はい、やらせていただきます。これツイとかって出ないですか。ツイ出ないです。ほぼほぼ出ないです。はい、ではこの食材で、はい、第2回戦から開けていきます。はい、お願いします。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 マックスさん、ちょっと回したんですけど、はい、てろーん、ようやくずっと言ってた侍の服がなんと今このタイミングで届きました。おーいしょー、すごいね、マックスに。すげえ、名前入ってんじゃん。なぜとか今日に間に合わせたかったんですけど、届いたのがちょうどさっきで一回それ着れなかったんですけど、着てもらえます。もちろんもちろん。いいっすか、先生。え、もう今着ちゃう。いいっすか。今着ちゃう。ってやつやるから。もう全身モザイクかけとこうか。ボタンします。今もう、今のままで。もうなんか韓国の俳優っぽいっす。今褒めちゃってんすか。はい、貴重名言とかして正解出るからね。さあ、もう、はい、どうすか侍店。ありがとうございまして、小野さん、そして戸川さん、ありがとうございます。はい、いや、いいですね。後ろもね、デザインで組んで、マックス。なんか嬉しいですね、やっと衣装。ようやくそれっぽい、うん、試合の時に形にしたかったなと思ってたんですけど、届いてよかったです。ちなみに調子いいね。ちなみにあれですからね、前回侍の衣装を用意してた時間に合わなかったが、ここに侍って書いてた。やめろやめろ、この話やめろ。もうあのチープなのを言ってましたけど、そう、めっちゃ言い訳してたから。ガネさんと三宅さんに強制に来させた、あのパワハラ疑惑のあのタイプ。だって三宅さん喜んで持って帰ってくれたじゃん、三宅さん。いやー、ひねくさんの大人だから決まっていいじゃん、ほんとに。頼むよ、おしゃれ侍。じゃあインタビュー行きましょうか。今からこれで、ね、おいっす。おぉ、引き締まったね。はいっす。まあ食材が卵焼き、で、対戦相手がおにぎりさん、正直1回戦もそうなんだけど、あんまり正直ぶっちゃけるとそこまで勝てると思ってなくて、でもサノッチなんとか勝てて、で2回戦来たんだけど、食材見た瞬間に多分おにぎりさんのことを考えながら、多分こういう時って結構俺勝てるんですよ、対戦相手のこと気にしてない時。なんかね、本能的にいけるって思った。だから楽しみにしててほしいです。師匠、胸を借りるつもりで、自分の全力出しますので、どうかよろしくお願いします。そうですね、食材の方が発表されて、厚焼き卵、正直一本で丸々早食いするって初めてなので、ちょっとイメージ今一生懸命
こう考えてはいるんですけど、まあ、どういう風になるかちょっと実際その場になってみないとわからないので、ちょっと頑張りたいなと思います。そうですね、最初あの戦いたいというさマックさんと2回戦であの戦えるということなので、ちょっとね嬉しいっていう気持ちもあるんですけど、まずその嬉しいっていう気持ちをしっかりと押し殺してしっかりと叩き潰したいと思います。第2回戦目の1試合目ですね、マックスリーベースおにぎりの先行後攻を決めるくじ引きを行っていただきたいと思います。で、このくじ引きの中はどんな感じでしたか？赤い球と白い球が1つずつ入っているので、まあ、手入れていただいて握って出していただいて、でもう1個の方はこうして取っていただいて、まだ見ない状態です、はい、で、せーのでパッて上げた時に赤を持ってた方が先行です。なるほど、じゃあ先行は赤ですね、はい、え、これ相手のやつは見れない？あ、見て大丈夫です。もちろん、相手の実食シーンってことですか？見て大丈夫です。もちろんそこは、はい、他の選手の方は別室なんで、結構大事なんで。大事です、結構大事、はい、いきます。赤は先行。赤が先行です。じゃあ3です。どうやって打ったらいい？ここ？ここ？はい。3、2、1。はい！うわ、先行かえ、正直言っていい？はい。ビビらしちゃおうかな。これ位置変えて OK です。水も。マックスさん1599、おにぎりさん0932ということで、おにぎりさんの勝利ということで、僕は納得するプレーできたので、もう単純にもう神だなっていう、それだけですね。もうなんか悔しいとかっていうのは正直ないです。やりきったから。正直やっぱり高校っていうのはかなり大きかったです。やっぱ先行だともっと細かくいったと思うんですけど、最初のマックスさんの見れたんで、ある程度突っ込むような感じでいけたので、ありがとうございました。すげえ、そう。いや、あれはやばい。やべえ、あの最後のこれやばい。2回戦の結果を踏まえて今の気持ちをお聞かせください。食材見て、あ、いけるわと思って、結果5秒以上多分差をつけられたのかな。やっぱ師匠は師匠だったなっていう。でも悔しいとか全くなくて、その自分の全部の実力を出したから、なんか気持ちいいっていうか、まあって感じかな。準決勝終わった段階でね、2回3回食べてる人いて、お腹も満腹になってくる人もいると思うんですけれども、持てる全力を出して、素敵な、バトルが見られるように、でまた、それを自分の試合できるようにね、僕も真剣にいますので、真剣に応援しますので頑張ってください。はい、改めて、まあ、ちょっとね、僕個人的な主観の話になっちゃうんですけど、この画を、なんていうんだろう、企画を始めてね、今結果2回戦で僕負けたけども、もうこの段階でめちゃくちゃいいものできてるなっていうのがあって、なんか自分が想像してた100倍ぐらいいいものが取れてて、また選手の皆様もすごいモチベーション高くて、もうこんな幸せなことないなっていう、それにつきますね、うん、なんか本当に皆様ありがとうございますって感じです。はい、今後もよろしくお願いします。食材に関してなんですけど、結構分厚い450の卵焼き見てちょっと触ってみたんですけど、やっぱり飲み込む力が必要になるのかなと思うので、まあ、結構飲み込む力には自信はあると思いますので、勝ち狙っていきたいなと思います。勝ちに行くんで、本当に篠健君も全力で来て
表紙ですね。そうですね、まあ、食材が卵焼き、まあ、対戦相手がゾウさんということで、まあ、まずゾウさんはすごい強いんですね。正直早食い、僕はあんまりその早食いは得意な方ではないんですけど、ゾウくんめちゃくちゃもう優勝候補なぐらい得意、まあ、そこは素直にゾウくんの方が強いと思いますし、でも今回その早いって言っても食材が、ね、卵焼きなんですよ。卵焼きってあんまり早食いの食材としてはメジャーじゃなくて、そこで結構大きく分かれてくるんじゃないかな。まあ、幸い普段から1日1回業務スーパーで買った同じぐらいの卵焼き食べてるんですよ。その利点側はどう生きてくるか、まあ、ここが大きいと思います。まあ、いつも仲良くさせていただいてるんですけど、まあ、そんなもう多分いちいち言うことではないんですけど、まあ、お互い気を使わずに全力でぶつかっていけたらなっていうふうに思います。よろしくお願いします。え、赤が先行です。じゃあ、3、2、1、パーでいきましょうか。せーの、3、2、1、パー。ゾウさん先行、首都圏さん高校で、はい、ちなみに、ゾウさん的にどっちが良かったことありますか。やっぱり高校が、あ、先にちょっとやってよう、ちょっと研究したいな、首都圏さんは、僕は高校の方が、まあ良かったですこれ持ってて、うん、大丈夫です。はい、はい、ストップです。1531。お疲れ様でした。タイムですね、ゾウさん1531で、しのけんさん3273なので、ゾウさんの勝利と。ちょっと最初詰まっちゃった。ありましたよね。はい、やっぱ想像以上に硬くて、まあ、そこから修正したんですけど、まあ、もうちょっと見立てが甘かったの、あとその実力で、まあ、その修正の後だとちょっとさ、ゾウくんの15秒っていうタイムにまあ及ばなかったっていう、大きかったですね。今回勝ったんですけど、しのけん君とはその早食いでは今勝っただけで、本来は大食いもやってるんで、2人で大食いではもうずっとライバルで、ずっと追いかけていきたい存在なんで、これからも2人で頑張っていきたいなと思います。はい、お疲れ様、改めましてお疲れ様でした。ありがとうございました。そうですね、やっぱりゾウさん強かったなって思いますね。実際15秒ぐらい差が離れて、ダブル、ほぼダブルスコアっていう感じであって、まあ、僕自身を振り返った時にまず1個目ちょっと詰まっちゃったんですよね。で、まあ、今日ちょっとそれで1回ちょっと今日もう1回それより小さい一口でやり直したんですけど、やっぱり今後あの辺に戦っていくでおいては、あの一口をもう入れるぐらいじゃないとダメだなって思いますし、あの辺で戦っていくにはそんぐらいの気合、そして実力がないと。で、今日それが分かっただけでもすごい収穫だなと思いますし、まあ、目標がはっきりしたということで、まあ、今後はまたより上を目指して頑張っていきたいと思います。まあ、正直改めてもうメッセージを送る必要もないかなっていうぐらいのね、雰囲気がもう完成してるんですよね。なのでもうその雰囲気を壊さないというか、そのまま勝手にこう燃え上がっていくと思うんで、むしろなんかそれを見させてください。まあ、こういう今回場を、まあ、で
一緒に戦えたってことがすごい嬉しくて、まあ、今後そうですね、もっとそのここに甲冑にさらに入っていけるような存在になりたいと思っている、今後も頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。正直あの大きさの卵焼きって食べたことないんですよ。普段こんなお弁当に入ってるような薄いやつしか食べたことがないから、あれがどれだけのこう水分量がいるのかとか、どうやったら飲み込めるのかっていうのが全く想像つかないんで、一回せんべいのね最後にちょっともっとシミュレーションして頑張ろうと思ってたんですけど、全くシミュレーションができないんでちょっと困惑してますね。対戦相手がキヨさんっていうことで、キヨさんは本当に早食い専門の方だから、正直自分の実力が勝ってるかどうかって言われると正直と自信がないんですよ。でもそこでもう負けちゃうかもしれないって思ったら、もうそこの時点で無理だと思うんで、勝てると思って挑もうと思います。早食いの力は及んでないかもしれないけど、下克上のつもりでかかっていくのでよろしくお願いします。食材が卵焼きで結構横幅のあるタイプなんで、口の大きさが左右してくると思うんですよ。飲み込む力は今ちゃんも強いんで、俺の方がまだ口でかいからパツで奥に押し込めるかなと思って、あとは最後3分の1ぐらいの量一気に口に突っ込めるんだったら俺の方がまあ多少分があるんじゃないかと思うから、元々負ける気はないですけど勝ちます。絶対負けないです。さんが先行、キヨさんが後攻ですね。これは見れる。見られちゃう。ですか。いやでもやっぱり相手のタイムとか食べ方とかがすごい気になったんで、まあでも先行は先行で変にプレッシャー感じず頑張ろうと思います。お願いします。お願いします。笑っちゃってる。うまいの。レイアウト好きにやってください。はい。3690。0912です。じゃあ2人ともお疲れ様でした。タイムから、マヤさん3690、キヨさん0912ということで、キヨさんの勝利です。はい、皆さんどうですか。いやー悔しいの一言しかないんですけど、もう圧倒的な自分の経験不足と実力不足だなっていうのは今回で本当に分かったんで、ちょっと、まあ、この悔しさを無駄にしないように次につなげていきたいなって思います。ありがとうございます。キヨさんいかがでした。これはちょっと前にゾウさんとやってたハンバーグの10個早食いすごい似てたんですよ。あ、そうなんですか。大きい塊をグッグッて飲む感じを水なしで、水本当は水ありなんですけど、水なしで飲み込んでる大きい塊を飲んでる感じがすごいハンバーガーに似てたんで、これは多分経験の感じでいいなと思います。なるほどですね。はい。
ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。1回戦の結果を踏まえて、今のお気持ちをお願いします。まあ、正直、その始まる前の意気込みとしては、やっぱり誰にも負けたくないっていう気持ちは、今でもあるんですよ。正直、あんなタイムを出しても。うん、だからこそ、まあ、正直今回のタイムは本当に悲惨だったし、あ、自分こんな早食いできなかったっけなっていうぐらい、まあ正直かなり落ち込んではいます。でもチャンスがあるならまた頑張りたいって思うし、その時にこの悔しい気持ちとか悲しい気持ちをもう味わいたくないんで、だから今回のこのまあ失敗を糧に次のステップに頑張れたらいいなって思います。正直今回この集まったメンバーって、まあ、ものすごい、ね、豪華なメンバーが集まってて、その中でこの決勝戦っていうところまで上がったメンバーなので、もうあとは正々堂々こう楽しんでやってる姿を見せていただきたいなって思います。まあ、正直本当にしつこいんですけど、本当にめちゃくちゃ悔しいんですよ。だから自分のダメなところも今回で分かったし、次のまたねチャンスというか機会までにもっともっと努力して自分に力つけて頑張っていきたいなって思います。まあ、正直あんまりこう食べたことないっていうか、あんま卵避けてきたんですよね。で、まあ、どうやって食べたらいいのかなってちょっとわからないところではあるんですけど、まあ、とりあえず食べて頑張って、まあ、もう山上さんをもう、まあ、倒すってことは無理だと思うんですけど、本当少しでも近づけたらいいなっていう、そんな感じで思ってます。山上さん本当に僕、ね、1回戦もこう神山さんで、2回戦は山上さんと、本当にトップの方々が本当に胸を借りるつもりという感じなんですけど、本当にもう全力尽くすんでよろしくお願いします。2回戦目卵焼きの 450g やったことがないんで、正直どんな感じであるかわからないんですけど、イメージしている通りに食べていけたらいいなと思います。対戦相手安藤さんなんですけど、年が近いっていうことで一緒に頑張れたらと思いますけど、勝たせてもらいます。はい、下、ダンボールの方は、はい、赤控えたということなので、じゃあ安藤さんが先行。3です。じゃあ一旦計量の方させていただきます。1433ですね。ました。タイムが、安藤さん1923、山上さんが1433ということで、山上さんの勝利です。ちょっとどのタイムが早いとか分かんないですけど、僕の中でこう一生懸命やってたので
まあ、悔いはないなと思います。敗者復活2回戦ということで、まあ、とりあえずまた1勝ということでコツコツとやっていきたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。悔しいです。本当に悔しくて、まあ、僕エンジョイぜみたいな感じなんですけど、負けると本当に悔しいなっていうとこだけですね。あとも全力で頑張ってほしいです、今回。神山さん山上さん対戦できて、で、まあ、牛丼のパイオニア佐野さんとも対戦できて本当に嬉しかったです。本当にでも本当悔しいので、僕もちょっとでも強くなりたいという気持ちがこの今回のこの大会でちょっと思うようになったので、まあ、ちょっとこれからもうちょっと頑張っていこうかなと、全力で頑張っていきます。ありがとうございます。はい、ということで第3回戦準決勝、準決勝です。拍手した方がいい。うん、じゃあ、おにぎりさん、はい、ゾウさん、おひろさん、はい、山口さん、あれ、じゃあ食材発表からいきますか。じゃあ準決勝の食材でいい。はい、いきますよ。準決勝の食材は冷やし中華。冷やし中華、苦手なやつだ。なんかちょっと汁吸っちゃうっていうのもね、あるんで、今ちょっと持っちゃうと汁吸っちゃうんで、まあ別になってますけど、はい、一応確認ですけど、まあ、この麺置いて、具材は置いて、汁かけるじゃないですか。汁ってどうしますか。汁も全部飲んでいただきます。一応全部飲んで、はい、で、400g になります。その種類を焼き目にぴったりしますけど、はい、麺はどうする。麺は もちろんこちらでほぐして、もうギリギリの一番いいタイミングでお持ちします。これに関してはで、結構僕もトレ何回かリハーサルやったんですけど、汁のほぼ残らないです、うん、ほぼ残らないです。で、一応 10g まで OK になってます、今回は。今回19、ただほぼ残らなかったです。残ることはないですね。じゃあよろしくお願いいたします。お願いします。そうですね、一応食材が冷やし中華 400g、まあ、多分食材に関しては多分問題なくいけるんじゃないかなとは思っています。ただちょっともう今それよりもちょっとこう自分のあれですごい引っかかってるのが、まあ、1回戦のカレー、2回戦の卵焼き と自分的にはベストのパフォーマンスできただろうっていうタイムで、今反対のブロック勝ち上がってるキヨさんのタイムで、本当コンマいくつかなんですけどちょっと負けちゃってるんですよ。正直それがすごい今悔しいですね。でその辺のこう気持ちをちょっと今その悔しいって気持ちをグッとこうまずちょっと押し殺して次の戦いちょっと挑みたいなとは思います。次はゾウさん、戦いたかった相手です。なのでまあ立場的にとかそういうのは関係なしに、もう今自分ができる精一杯のパフォーマンスをして、もう決勝まで一気に突き進んでいきたいなと思ってます。まあ食材の方を冷やし中華ということで、わからないですね、麺っていう食材自体どういう、ね、飲み込み方だったりペースで食べればいいかっていうのは、まあ、自分の考えではもう噛まないように飲みたいなと、冷やし中華は。けどまあ欠点というならその酸味があるんで、冷やし中華むせなければ、まあ、いけるのかなとは思います。で、対戦相手のおにぎりさんですね、やっぱり早食いと言ったらおにぎりさんって出てくるんで、もう自分の中ではてっぺんの人なんで絶対上がってくるなって思ってたんですけど、マックスさんとそのおにぎりさんがやった時、まあ、どっちが来るかなってはもうそこは際どいラインでおにぎりさんが上がってこられたんで、このマックスさんを倒したおにぎりさんなんでだいぶ強敵だと思いますけど、いやここまで来た以上勝ちを狙いに行きたいなと思います。早食いの神は名乗らせないって言ったら失礼ですけど、うん、勝ちに行くんで、おにぎりさんも全力で本当に来てほしいと思います。はい、お願いします。で、取ったらグルで隠して、はい、
3、2、1、パン。おお、おにぎり3戦後、操作の方向でしますお願いします。1082、計量しましょう。はい、579、はい、やばっ、大丈夫です。わぁ、マジで、しくった579で、590だから11、うわぁプラス1秒、プラス1、あぁ、やっちまった、マジなんで、1182パールトムで、タイムは1251ですね。これが579です。579で615 26、待って、計算ができないよ。579で579に615 36 36。ということは、まあ、一旦まあこの上に乗ってるものだけで見ると、プラス26。お疲れ様でした。おっ、タイムが、おにぎりさんが、ファール込みで、1182で、ゾウさんがファール込みで3851ってことなので、勝者はおにぎりさんです。まあ、お二人ともファールされたということだったんですけど、ちょっとゾウさんの時にいろいろとこぼれたものとかもあったんで、ちょっとファール自身が若干うまくいかな、あの計量の方がうまくいかなかったところもあったんですけど、一応ドームウェディングの持ったもののみ、ちょっと言い方あれですけど、そこだけで計量したグラムで、今回がプラス26とさせていただきます。いやー、やっぱり先におにぎりさんが見ててめちゃくちゃ早いなと思って、とりあえず書き込んでお兄さんの見て飲もうと思って、やっぱり途中飲めなかったです。もっと実力これからつけて、次は勝てるように頑張っていきたいと思います。そうですね、まあ、先行だったんでどれだけプレッシャー与えられるかっていうところで、正直食べ終わった後にちょっと肉片が残ってたので、あれでもう多分 10g 絶対超えてしまったなと思って、15とか16ぐらいいくかなと思って、プラ5って考えたら正直かなり危ないと思ってたので、正直 1g のオーバーですごい助かりました。ちょっと今回あのファールの見立てが甘かったところもあったんで、ちょっともう一回再考してから大事試合に行きたいと思います。じゃあ一旦お疲れ様でした。ありがとうございました。今の気持ちをお願いします。やっぱりめちゃくちゃ先行でおにぎりさんがやってすごいタイム出してきて、そこに食らいつこうと思ってすごい、ボロボロちょっとこぼれちゃったんですけど、やっぱりおにぎりさんの実力っていうのはまた改めて、感じました。いやもうここまで来ると、決勝まで来るともう胸張っていいと思いますので、ぜひすごい見るこっち側からすればめちゃくちゃ楽しみなんで、ぜひ全力で頑張ってほしいなと思います。そうですね、こういう大会第1回、第2回、第3回ってあるか分かんないですけど、もし第2回、第3回が開催されるのであれば絶対参加したいと思いますし、それまでにもっともっと強くなって、次は本当に優勝したいですね、必ず。
食材が冷やし中華の 400g っていうことなんで、正直麺類は結構得意な方ではあるんでいけるかなと思ってるんですけど、キヨさんがカレーと卵で両方とも全体のトップ取ったタイムなんで、正直怖いのはありますね。はい、さっきと重複するんですけど、キヨさんの予選1回戦でトップタイム出してるんで、麺類の得意分野で勝とうと思います。麺類がちょっと苦手意識があって、実際昨日また別の麺類をもう山上さんとお父さんと3人で並んでやってて、1キロぐらい、2キロ弱ぐらいの麺類をやって1分近く差をつけられてるから、ちょっと勝てるかどうか分かんないんですけど、ちょっとその麺噛まないっていうのをちょっとやってみようかなと。麺は絶対噛むもんだっていうのをちょっと概念外して飲んでみようかと思ってます。山川さん結構、あと何勝だろうな、俺が1勝であと全部負けてるんで2勝目つけたいですね。いい卵ですね。手でかいかな。3、2、1。はい、皆さんがここで進めていきたいと思います。はい、はい、皿の量579、はい、587、8g、はい、じゃあ33ですね。ちょっとあの視聴者にもちょっと説明したいので、ちょっと動画で撮らせていただきます、一旦。で、まず今僕らの方で話してたのが、
清さんと山上さん、タイムで見たら山上さんの勝ちなんですけど、お二人とも少しにかあったものが出たっていうところを踏まえて、その、まあ、どちらかを勝利っていうよりは僕的には失格っていうところは一つあるのかなというふうに個人的には客観的に見てて思ってまして、でなると二人とも失格にしちゃうとどうなのって話、なんていうんだろうな、まあ、どっちかにこう白黒はっきりつけたいなっていうのもあるんですよ。なんでもしお二人が良かったらもう一回同じ食材で同じ条件でもう一度バトルいただくか、もしくはそれとも二人ともいや失格なのかっていうのは正直僕らも全然決めきれてなくて、何がいいのかも正直分かってないですよね。ごめんなさい、ちょっと僕も説明下手であるんですけど、まずなんで、リバースっていうくくりにしたかっていうと、まずその事前に ご説明させていただいたルールの中にリバース失格ですっていうルールがで、じゃあリバースは何なんだろう、そこ正直そこまでいい、リバースの定義僕ら作れてないんです。ただ、例えば口の中にあるものだろうか胃の中にあるものだろうか、一旦口に入ったことが出たらこれはもう完全にリバースだったら誰が考えても分かる。次回以降はリバースの定義をもっと明確化させて事前にお伝えさせていただく形は取りたいんですけれど、あくまでなんでリバースって我々が反応したかっていうと、そのお二方とも口の中に入ってるのに一回出てるとっていうのがあって、であのまま終わってもいいじゃんってなるんですけど、一応リバースは失格ですっていうルールを試合やる前ルールの時点でお伝えさせていただいている以上はあれは失格になってしまうっていうのがある。もう踏まえた上でちょっと選んでいただきたい、もういやあのままでいいですってやったらもうあのままでいいです、それか、もう一回同じ冷やし中華で同じ料理でやる、それでもいいです。素直な気持ちがお願いします。まあけど負けたな負けたなっていうのが、これって一発勝負じゃないですか。一発勝負だから面白いんじゃないかなって思うんですよ。俺らが決めて2回目じゃなくて1回で失格なし、俺は失格かもうこのままでどっちかだと思います。俺もう1回やって俺勝ってもらうともダメですね。これじゃリバースっていうものはルールがある以上失格なのかなと思いました。じゃあ、お二人のご意見を踏まえると、準決勝の、第2試合に関しては両者失格、失格再試合もなし、だからもう1回勝負で一応まあ自然的に増産の形にはなるんですけど、2回目俺の中では2回目はないんじゃないかなと思います。リバースイコール資格っていうのをもっと頭の中に入れて競技しなければいけなかったものだと僕は、僕のミスだと思って、それをもっと頭の中に入ってたら多分食べ方も変わっただろうし、出さない工夫もできたと思う、そうですね。これはルール説明の時にしっかりとリバースの定義っていうのと、リバースはこうだ、まあ、こうなったら資格だっていうのをもう少し明確にすべきだった僕ら運営側のミスでも面白いなと思いますし、その中でちょっとカメラ回した状態で言うのもあれなんですけど、ちょっと2人にせっかく、本気でやっていただいたものをちょっと無限にさせてしまう形になってしまって本当申し訳ないんですけど、じゃあ今回ちょっとお二人から、ご一緒いただいたのでお二人とも、失格とさせていただきます。すいません。はい、すいません。侍って名乗るんだったら、これでいいんじゃないですか。すいません、ありがとうございます。この形で、はい、じゃあちょっとこれは皆さんにも説明義務があるので、この後皆さんにも全体周知でさせていただきます。はい、はい、そのお父さんがこれを伝えていきましょう。そうですね、はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。申し訳ないです。今一旦山上さんと清さんも来ていただいて、でいろいろお話させていただいて、まあ、正直リバースとかものに関する認識が甘かったなっていうのと、ってなると、まあ、お二人とも失格になると、まあ、誰に上がっていただくのって話になると思っていて、まあ、ゾウさんに今回は上がっていただく形でまず第1回かオーバー進めていきたいなと思うんですけど、もちろんこれは完全に僕ら侍側のミスなのミスでしかないので、誠に申し訳ございません。申し訳ないです。すいません。じゃあここは第2回第3回に向けてブラッシュアップしていきたいなと思っています。第1回のダオの決勝戦は、おにぎりさんとゾウさんで進みます。はい、はい、本当に申し訳ございませんでした。申し訳ないです。すみません。申し訳ないです。で、まあ、というのと、あと、まあ、視聴者の方ですが、気になってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、第1回戦の時のユダさんの時、これは完全に僕らの見落としと、
まあ、見落としですミスですねなんですけど、まあ、そこで、まあ、結果的に勝敗は変わりはなかったんですけれども、まあ、ちょっとそこのところで僕らが全く目を当てら通せてなかったというところもあって重ねてお詫び申し上げます。申し訳ございません。申し訳ございません。すみません。まあ、ちょっと次回以降はその辺のしっかり、はい、ルールの方を決めさせていただいて、そうでレギュレーションの範囲がもう本当食べる量だったりとか、その食べ方っていったところに結構寄ってたので、まあ、次回以降はそのどうなったら失格になるのかとか、うん、どうやったら成功なのかっていったところも踏まえて、まあ、他の方々でもご相談させていただきながら第2回の構成を組んでやっていきたいなと思います。はい、こう俺らお詫び言うときめちゃくちゃグダグダですね、うん、言わなきゃいけないやつ言わされると俺一番ダメなやつだから、ことは全然出てこないな。まあそういった形なんですけども、はい、これから決勝なので、はいはい、ちょっと気持ちを切り替えて進めていきたいと思います。なんかちょっとさっきも山上さんにも言ったんですけど、なんか俺の気持ちで山上さんね巻き込んじゃったような感じしちゃって、山上さんと亀山さんの決勝も見たいし、けどちゃんと決まんないんだったらゾウさんとも山上さんと分かんない、もうちょっとごちゃごちゃしてるんですけど、3人の三つどもも見たかったような気もするんですけど、侍らしいかなと思って1回のチャンスでやるのが、まあ、失格の方がスッキリするかなって思いました。絵的には面白いの撮れたんじゃないかな。リバースイコール失格っていうルールをもっとやる側として頭に入れてやるべきだったなと、で見ている人に、まあ、不快な思いさせてしまったなっていうので申し訳ないなという気持ちです。やっぱりプレイヤーとしてやるからに、さっきも言ったんですけど、やっぱりルールをもっと頭の中に入れてやるべきだと反省しました。はい、それではクイズの方、はい、運命の決勝の選考高校を決めるいつもと同じスタイルでお願いします。お願いします。3、2、1、はい、おおにぎりさん選考、ゾウさん高校でいきます。はい、はい、ということであと、まあ、いろいろあったんですけども、はい、決勝はおにぎりさんとゾウさんです。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いいたします。最後、決勝を飾っていただく食材をまず先に紹介させていただきたいと思います。こちらになります。最後はこちらです。ホットドッグです。ちょっと裏話をさせていただくと、もしマックス鈴木が勝ち上がってきたら別の食材になる予定です。でも鈴木さん一番食べてるし、なんなら鈴木さんが決勝に行かなかった時一番悔しがるだろうなと思って一番やりたかったんだろうなって食材をチョイスしたかったっていうだけです僕が。なるほど。という理由だったので今回ホットドッグ2本、はい、でやっていただきます。基本約 100g くらいになってます。はい、で規制になって要は水っぽちゃんとかあれなんですか。あ、食べ方はただちょっとあれと違うのがケチャップとかマスタードがついてる部分があるので、そこら辺はちょっとどうするかって難しいかと思うんですけど、早速入っていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。そうですね、まあ、あのもう一方の準決勝の方で、やっぱりルール上やっぱそういうもとやっていたのであれば、まあ、仕方ないっていう部分もありますし、今回の大会の運営に関して特に何か思うことはないですし、しっかりと決勝はやっていきたいなと思います。ただあの本音を言わせてもらうと、やっぱりキヨさん、ヤガメさん、やっぱどちらかとやりたかったっていえば、そこは絶対ゼロではないので、そこは正直に僕は残念だなっていうのは思います。はい、食材ホットドッグで2本で 100g100g の計200、あの正直マックさん の, あのトレーニングとかでも、まあ、最近はやってないんですけど付き合ってやってた食材なので、少なから自信はあります。なので精一杯あのやりたいなと思ってます。優勝する自信はありますでしょうか。はい、もちろんあのそのために今回来たので、準決勝でゾウさんには勝ってますけど、またこうやって食材が変わってくると間違いなく流れだったりとか、そういうのも先行後攻だったりとか、そういうのも変わってくるので、
まあ、そこも踏まえて自分のベストが出せるように優勝を狙って頑張りたいなと思います。対戦相手に向けてもう一度メッセージをお願いします。はい、もう絶対に初代の牙王の座は譲らないっていう気持ちで決勝は臨みたいと思います。その準決勝のお二方の試合を見てたんですけど、もうその前に自分とおにぎりさんがやって、おにぎりさんがすごい好タイムで出してきたんで、やっぱりその二人はもうその10秒という壁を切るために全力であった結果で、ああいう結果なので、ああいう なんていうかな、全力でいった結果がそういう感じになってしまったんで、うん、けど最後まで二人とも全力で食べる姿、とってもやっぱり誇りに思いました。さっきの準決勝でおにぎりさんに負けて、まあ、決勝今立ててるんですけど、もう負けは負けなんで、まあ、そこで負けを引きずらないように決勝ではまた別の食材のホットドッグということなんで、全力でもう勝ちに行くのみですね。優勝する自信はありますでしょうか。はい、もう食材がホットドッグなんで結構パン系は自信はあるとは思います。なんでもうどうにかしてでも全力で牙王の初代牙王の座を勝ち取っていきたいなと思います。はい、メッセージをお願いします。いや、もうここまで来たら負けられないんで、今までやってきた選手、あと山上さん、京さんの試合を見てものすごく刺激もらったんで、もう自分が優勝して初代牙王の座を取ってやりたいなと思います。1766決勝戦のホットドッグ、いや、正直全く歯が立たないというか、半分以上も時間離されて、本当に皆さんそうなんですけど、おにぎりさんの実力を改めて感じました。もし次こういう大会が開催されるなら、もっと強くなって、またこの舞台でおにぎりさんだったり他の早食いの方と並んで食べれればなと思います。ありがとうございました。ちょっと僕らの不手際で一回負けたってなった後にまたやることになったっていうところで、気持ちの問題だったりとか、そういったところでちょっと、まあ、言い方その意図も僕らのせいで巻き込まれてしまったっていうところで、本来のモチベーションが発揮できる環境にはできなかったと思うので、本当に申し訳ございませんでした。なんでちょっと第2回は、まあ、しっかりとレギュレーションを組んで組み直して、本当申し訳なかったです。そうですね、まあ、今回最後 のホットドッグに関しては自分のイメージした通りに食べれたので、パフォーマンス的に今できる自分の最大限のパフォーマンスができたんじゃないかなと思います。また第2回っていう形で、あるのであれば、またこの初代ガオの、まあ、称号が取られないように、また次回もしっかりと精進して頑張りたいなと思います。ありがとうございました。
ちょっと間から顔とか出して、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。第1回ガオ決定戦、ちょっとサムライスタッフの不手際が多数あっていろいろとご迷惑をおかけしてしまったんですけれども、まあ、今回のルールで、勝者が決まりましたので報告させていただきます。誰だ知らしらしいな。第1回ガオはおにぎりさんです。おにぎりさんにはまず、こちら初代ガオのトロフィーが。おー、すごい。うわ、ちゃんとしてる。ちゃんとすごい、すげーちゃんとしてる。ちゃんとしてるんですけど、これもともとライオンのやつにしようと思ったらすごい高かったので、ちょっとサムライティングお金ないんで、ちょっとこのエンジェルになったっていう。出ません。言わなくてよくね。ありがとうございます。と、まだあるんですよ。今回初代ガオーのまといを作りたかったんですけど、はい、印刷屋さんの印刷を結構ミスっちゃったみたいで、ちょっと納得いかないんで、はい、サイズと作り直しして、はい、これ改めて送らせていただきます。一応言いますよ。初代ガオーって書いてあるのはこれしかないです。そうす、もう初代はもう1枚しか作らないです。すげー、ナンバーワンの証ってことだよね。おぉ、すげー。とぉ、とぉ、とぉ、一番の目玉ですかね。マヨネーズ、マヨネーズ。あぁ、戸川さん、さん、ありがとうございます。サムライイーティングに戸川さんがスポンサードをしてくれているということで、優勝賞品を戸川さんの方から、はい、見ていただいたと。で、あと皆様の参加賞として、はい、こちらの戸川さん有名なすりだね、はい、すりだね、参加していただいた皆さんに、はい、戸川さんが思いで焼きプリンタルト、はい、はい、こちらの2点を皆様に戸川さんから、はい、預かってきましたから、後ほどありがとうございます。ありがとうございます。今日、なんとかギリギリ間に合ったじゃ間に合ったんですけど、あ、重いですよね。ちょっと鈴木さん、ちょっと一瞬、ちょっと今回のその大会をさせていただくこともできたのも、今回ちょっとスポンサードをいただいた企業さんがいらっしゃいまして、戸川さんとですね、ノックですね、ノックさん、はい、まあ、これ僕が言うのもあれなんですけど、一応僕の会社で自分の会社の宣伝だけかよ。本当だよ。この2社のおかげでこの画を開催させていただくことができました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。締めはあの人しかいないでしょ。だってですかね、うん、はい、いつものお願いしますよ、締め。じゃあ、思ってたこと言っていい？はい。なんか、多分俺みんな一言一言聞きたいんだ。だから、チューチュートレイみたいに縦に並んで、一人ずつなんか一言言ってはけてくけど。そうですね、チューチュートレインはそうなんですね。チューチュートレインっていうか、そのバーってなって、はい、どうも、サノチです。皆さん、お疲れ様でした。第1回終了しましたが、これから第2回、第3回ありますんでね、全国の猛者、これがチャンスだぞ。えい、えい、おー、チャンスね。チャオ、お疲れ、バイバイ、お疲れ。あ、本当に一言だった。どうも、すいません、ユダです。第2回はちょっと今回微妙だったんですけど、頑張ります。呼んでいただけたら頑張ります。では、失礼します。かやねです。今日はね、不甲斐ない負け方だったんで、次は負けて負けて強くなる女です。よろしくお願いします。忘れないでね。バイバイ。わさこです。しょぼしょぼだったんですけど、次もまた呼んでもらえたら頑張ります。はい、どうも、ワックスです。今回は2回戦負けておくんですけども、次回、優勝できるように頑張ります。本日はどうもありがとうございました。またね。はい、しのけんです。はい、ここから帰ることが一番の課題です。次回もまたよろしくお願いします。お願いします。はい、マヨです。またリベンジしたいので、よかったら呼んでください。ありがとうございました。キヨです。1回戦と2回戦はタイム1位だからな、覚えとけよ。じゃあね。山上です。今回は皆さん本当にすみませんでした。2代目ガオー取りにまた来ます。頑張ります。ゾウさんです。いや、今日は1回もおにぎりさん負けたんで、次は必ず優勝を目指してくるんで、見ててください。ありがとうございました。頂戴ガオでーす。やりました。サムライイーティング見てる視聴者の諸君、俺に勝ってるやついんのか。おめえコメントしてこい。かかってこいや。待ってんぞ、2回目。OK です。ありがとうございます。最後、なんかサムライらしく、あ、サムライらしく、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。
ー